にちは、河野ゆきえです。今回はミシンの選び方についてご紹介します。初めてミシンを買う方、買い替えを検討している方、最後にいろいろな種類のミシンもご紹介しているので、電子ミシンやコンピュータミシン以外を買ってみたい方もぜひご覧くださいね。私は何でも服が作れるようになる作家育成型の服作りスクールを運営しております。最大1年で基本から製図までマスターしていただくカリクラムになっております。公式 LINE ではハンドメイドを仕事にする方法をプレゼントしてありますので、気になる方は概要欄よりご覧ください。それでは始めます。まず買う前に決めた方がいいことは、使用目的と予算です。置ける大きさ、収納場所の大きさの確認をしていくことも重要です。その後は使用目的に合わせて必要な機能をリストアップしておき、予算と大きさで絞り込んでいけば OK です。ミシンの購入はネットよりも店舗で実際に試し縫い、音、持ち運びやすさをチェックすることをお勧めします。集合住宅の場合、音が気になりますよね。店舗では小さく聞こえてしまいますので、他に置いてあるミシンと比較するのがおすすめです。ネットで買う場合はメンテナンスをどうしてもらえるかなどをしっかりとチェックしておきましょう。口コミも参考になるかと思います。では使用目的、予算、ミシンのブランド、機能、ミシンの種類と個人的におすすめのミシンをそれぞれ詳しくお伝えしていきますね。まず使用目的、入園グッズなど簡単なものしか作らない、このような方は安くて機能が一番少ないミシンでいいでしょう。まあ、ですが1万円未満のミシンというよりも1万円とか2万円とか数万円するミシンの方が丈夫で長持ちするのでおすすめです。これからミシンをたくさん使っていきたい方は、革や分厚いデニムなど厚めの生地を使う可能性はあるのか、刺繍はするのか、ワンポイント刺繍でいいのか、繊細ながっつり刺繍がいいのか、この2点を決めていくとミシン選びがしやすいです。では次は予算です。いいミシンはやはり高いですが、安いミシンでもいいミシンはたくさんあります。私が結婚祝いにもらったミシンは3万着ぐらいなんですが、今で多分7年とかそのぐらい使っていますが、普通に動くし使えます。簡単なものを作るには十分ですし、この簡単なミシンで初めお洋服作りをしていたので、予算抑えめでミシンを買いたいという方は1万円から3万円のミシンを選んでもう十分だと思います。少し機能がつくミシンでも、今はもう3万円から5万円ほどあれば機能が十分ついているいいミシンが買えます。この後ろにあるミシンのように職業用とか何か専門的な機能が備わっているミシンは何十万円としますので、何をしたいかという目的を決めて高いミシンは買っていきましょう。それでは買うために結構重要なミシンの有名なブランドを紹介します。やっぱり有名なブランドを買った方が安心ですよね。まず日本のブランドを紹介していきます。一つ目はジャノメ。1921年、大正10年ですね、国産化第1号と言われる小型の手回し式ミシンを誕生させたそうです。家庭用から業務用まで幅広いラインナップがあります。二つ目はブラザー。ミシン以外のプリンターなどもね、幅広い製品を扱っているのでデジタルに強いイメージです。3つ目はジャガー。1949年から続いている日本のブランドです。1952年に家庭用ジグザグミシンの国産化に日本国内で初めて成功したそうです。シンプルで使いやすいミシンが多くて初心者におすすめです。次は重機。重機の工場用のミシンは世界シェア 30% だそうです。すごいですね。高品質なミシンが多いイメージです。ベビーロック、特にこういうロックミシンやカバーステッチミシンが有名です。私はこれ3つ置いてありますけど、すべてベビーロックで揃えちゃいました。最後はリッカーです。昭和ではシェアナンバーワンだった日本のブランドです。2022年に株式会社ノーエクスキューズに譲渡され、2024年4月17日にリッカーミシンの復活第1弾として糸のいらない不思議なミシン、ニードルパンチミシンを幕開けで販売しております。今後の動きに注目です。それでは海外のブランドをご紹介します。シンガー、アメリカのブランドですね。1851年に第1号の実用ミシンの特許を取得したようです。歴史が一番長くて、初心者からプロフェッショナルまで幅広く支持されているようです。ベルニナ、1893年から続くスイスのブランドです。精密な刺繍ができるミシンが揃ってるイメージです。まあ、この後紹介しますが、めちゃくちゃいいミシンです。他にも世界中にミシンメーカーがあります。日本では買えないミシンもたくさんあると思います。好きなメーカーを見つけるのでもいいですし、機能に惚れたミシンを買うのもいいと思います。
10年以上お付き合いするようなミシンなので、じっくりと考えていただければと思います。それでは次は機能面ですね。たくさん機能がありますが、あればいいものではありません。やっぱり機能が増えるほど高くなります。刺繍が多くなるほどかなり高くなります。電子レンジの機能全部使ったことありますか？電子レンジの料理名が書いてあるボタン、私一度も使ったことがないですね。なのでぶっちゃけ、カチャカチャカチャってダイヤル回すだけの電子レンジでもいいぐらいの用途しか使ってないです。ミシンも一緒です。やっぱ機能がたくさんあるんですけど、使うジグザグはほぼ一緒だし、初めはたくさん刺繍使ってみたけど、結局あまり刺繍使ってないとか、よくありますよね。店舗によって触っていると、やっぱり機能が豊富なミシンを買いたくなるんですけど、一度本当に使うのかと胸に手を当てて聞いてみましょう。それでは必須機能から便利機能までお伝えしていきます。まずは自動糸調整、スピード調整、縫い目の長さの調整。これに関しては必須なんですけど、すべてのミシンに備わっていると思います。この自動糸調整は、上糸と下糸の張り具合を自動で調整する機能ですね。縫い目の美しさを保つのに役立ちます。ジグザグ縫いやかがり縫いですね、これも安いミシンにでもつながっておりますが、この縫い目の種類がミシンの値段によって変わってきます。小物お洋服作られる方は8処理に使うようなものなので、実際に店舗に行ってこのジグザグ縫いかがり縫いを試し縫いさせてもらうといいかと思います。こちらはジャノメのサイトですが、かがり縫いたくさんありますね。三角形にさらに山が重なる模様のかがり縫い、三角形の上が細かく縫われるかがり縫い、伸縮性のあるジグザグ縫い、伸縮性のある斜めかがり縫い、三角形模様のかがり縫い。私が家庭用ミシンで服を作っていた時はこの三角形模様のかがり縫いしかなかったので、こちらを使っておりました。ミシンによってもこの縫う模様というのは違うので、お店で試し縫いしながら店員さんに相談してもいいですし、今はミシンのメーカーが YouTube とかで細かく解説しているケースも多いので、ぜひ参考にしましょう。では私が必要だと思う全てのミシンについていない機能、まずはフットコントローラーです。フットコントローラーがないと一度手を離してボタンを止めないといけないんですよね。この一度手を離す行為は初心者さんにとって結構大変です。フットコントローラーの押し加減でめちゃくちゃゆっくり縫い始めながら早くしていくみたいなこともできますし、必須かなと思います。フットコントローラーさえあれば他の便利機能は、あってもなくてもいいかなということで、あとは便利機能をお伝えしておきます。まずはボタンホール機能です。お洋服を作る方はあった方がいいかと思います。今はね、プラホックでもボタンとして使えるのでプラホック使ってもいいんですけど、素敵なボタンでお洋服作るのも楽しいですので、ボタンホール機能あるかなっていうふうに見ていただければと思います。はい、次は糸切り機能です。自動で糸を切ってくれます。なくてもいいんですが、あったらめっちゃ楽です。自動糸通し、糸通しがかなり楽です。ミシン屋さんにいたおばあちゃまに、老眼になったら自動糸通しあった方が便利だよとアドバイスいただきました。刺繍をしたい人は刺繍機能を要チェックです。今は安いのに刺繍機能の質が上がって本当に驚きます。何度も言いますが、刺繍の量で値段が変わってきます。ミシンを見ているとたくさん刺繍の種類があるものを買いたくなるんですが、本当に使えますか？しっかり考えましょう。押さえ圧調整、キルティングなどの厚さの違うものを縫い合わせるときに自動で押さえ圧を調整してくれるので綺麗に仕上がります。あとはワイドテーブル、ミシンにテーブルを後付けして大きくできる機能です。大きなものを取り扱うときに非常に便利になります。あとは液晶ですね。タッチパネル式のものもあります。これはお好みですね。私は液晶があるミシンを使ったことないんですけど、特に不便を感じません。他にもミシンによって機能が様々あります。買う前に機能のことを調べて、本当にこの機能は使うことがあるのかというふうに考えて買っていただければと思います。買い替えの方の場合、前のミシンでよく使っていた機能がなくならないか要確認です。自動糸切り機能があるミシンを使っていて次買うのにはついていないという場合、結構ストレスかかります。それではミシンの種類をご紹介していきます。まずは電子ミシン、基本的な
縫い機能が搭載されていて、初心者から中級者向けですね、ボタンホールやジグザグ縫いなどの基本的なステッチが可能になっております。一般的に店頭に置かれている安いものはこちらになりますね。まずはこれ1台でも十分です。コンピューターミシン、この電子ミシンとコンピューターミシンが一緒に並んでるケースが多いと思うんですけど、デジタルディスプレイやプログラム機能が搭載されて、多様なステッチや刺繍パターンが選べるミシンになります。自動糸通しや糸切り機能などもしっかりついているのが多いです。電子ミシンよりもパワーが強いので分厚い生地も縫えますね、はい、では刺繍ミシン、刺繍専用の機能が搭載されていて、こういう刺繍を作ってくださいねとこのミシンに指示すると、勝手に作ってくれるという、もう素敵なミシンですね。今の刺繍ミシンは本当にすごくて、刺繍をがっつりしたい方は刺繍に特化したミシンを買われるといいですよ。まあ、こちらはルミナイヤ XP1 で228万8000円するんですけど、本気で買うか悩んだ時期があるんですが、もう使わないだろうなということで断念しました。まあね、このレベルだともう販売をする方とか、まあ、趣味の範囲でやるような方ではないと思うんですけど、30万40万ぐらいで家でも使えて、しっかりと刺繍ができるミシンもありますので、刺繍が好きだわっていう方は試し縫いできるようなところを一度、探してみるといいかなと思います。はい、それではロックミシンですね、こちらですね、3本か4本の糸を使って布の端を縫い合わせてほつれを防ぐためのミシンですね。収縮しながら縫ってくれるのでニットを縫うときに非常に便利です。はい、こちらはベビーロックの糸取り物語ですね。ロックミシンは糸掛けと糸調子の調整が大変なんですけど、このベビーロックの糸取り物語ともう一つの上のさくらは全て自動でやってくれます。めちゃくちゃ楽です。ロックミシン初めて買うんだわっていう方はこのベビーロックの糸取り物語をおすすめします。次はキルトミシンですね。キルティングに特化したミシンで、大型の作業スペースやフリーモーション機能が搭載されています。こちらはベルニア790プロ、今のミシンだけですごいのに未来のミシンはどうなっちゃうんですかね。まあ、これは非常に大きいのでね、なんか家に置くっていうものではないと思うんですけど、アトリエとか作って置きたいですね。順番がぐちゃぐちゃになってしまいましたけど、直線縫いのミシンですね。家に置けるのは職業用のミシンです。高速で直線縫いが可能で強度も強いです。私はベビーロックのエクシムプロ 9600HL を使用しています。レーザークラフトや分厚いデニムを扱う場合の直線ミシンは重機がおすすめとミシン屋さんがおっしゃっておりました。重機のホームページを見てもね、このレーザークラフトっていうことをおすすめしているので、分厚い生地使いたいなという方はこの重機を検討されるのもおすすめです。カバーステッチミシンですね。伸縮性のある素材とか、衣服の端を縫うためのミシンです。 T シャツの裾や袖口などのこの2本のラインですね、こちらによく使われています。私は奏でです。一つ前にフラットロックがあったんですけど、ダントツでこの奏でがいいです。要塞の幅がぐっと広がります。以上、ミシンについてご紹介しました。何回も見ていただいて、失敗しないミシン選びをしていただければと思います。まあ、欲しいミシンはたくさんあるし、高級ミシンもかかれるし、お金もお部屋の大きさもいくらあっても足りないですね。自分のアトリエを作って、使いたいミシンをたくさん置けるようになりましょう。あなたのようなハンドメイドが好きで、ハンドメイドが仕事になれば嬉しいなという夢を実現するために、公式 LINE ではハンドメイドを仕事にする方法をプレゼントしております。スクールでは常に200名以上の方が夢に向かって活動されております。気になる方は概要欄よりご覧ください。趣味を仕事にしてしっかり稼いでアトリエを作っていきましょう。このチャンネルでは洋裁やハンドメイド販売について配信しております。今回の動画参考になった、楽しかったという方はぜひチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。